なんてこったわしの計算によるとだな、マーティ。ここは2015年の未来だ。さあ、笑って。にっこり。なんだこれは。これは自撮りっていうんですよ。ライフイベントを記録する重要な方法なんです。これはある種のポータブル型のロケーションデバイスと言えるだろう。未来の一押しとしてはやっぱりこれかもしれませんね。人呼んでスマートフォン。なんだこれは。これは小さいスーパーコンピューターだ。おお、これを使えば、いやーちょっと待って、いやー間違いない。天文学者は計算ができる。様々な数式も現在進行形で解くことができる。多分できるんでしょうけど、あ、僕らは絵文字を送り合うのに使うんですよね。写メを送ったりね。おっしゃられた使い方はしないですね。グラインダーとはなんだ。